愛知県と岐阜県を舞台に行われる FIA 世界ラリー選手権フォーラム8ラリージャパン2024。今日は大会の拠点となるトヨタスタジアムで大会概要などが発表され、今年もトヨタスタジアムにコースが設置されることや、岐阜県恵那市と中津川市にまたがる笠置山にもコースが誕生することなどが紹介されました。さらに名古屋の民放5局のアナウンサーも応援に駆けつけ、CBC テレビの斉藤初音アナウンサーは、新しいコースでの走りを期待していますと大会を PR しました。フォーラム8ラリージャパン2024は11月21日から4日間行われます。